ゲタリーは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域圏、ピレネアトランティック圏のコミューン。かつては、捕鯨港であり、捕鯨が廃れた後は、マグロやイワシの漁が行われている。ゲタリーは、コートバスクの中心地で、ビスケー湾に面している。町は、ビアリッツの南約7キロメートルに位置している。ゲタリーには、川がなく、 サンジャンドリューズとの境界をバルダレタ側が流れる。1193年に記されたバイオンヌの特許状大帳においてカタリーとして初めて登場する。開示監修法においてはガッタリー。1685年にはグアタリー。1761年にはサンクトゥス・ニッケルスでゲートリー。18世紀のカッシーニ地図においてはゲスリーであった。 1863年に編纂された、ベアルニーコールペーバスク地名辞典においてはゲートリ。名称の形態は、中世に、コートバスクにいた、ガスコーニュ人の存在があるため、ギプスコアの地名ゲタリアと同じであるとは言えない。ガスコーニュ語のゲータは、ラテン語のキャプテルに由来し、観察することを意味する。バスク語のガイタリは、由来から覗かれる。 ゲタリーもバスク自治州のゲタリアもよく似た地理的条件を持ち沿岸の定住地としての長い海の歴史がある。中世、コートバスクの村のいくつかはガス購入人が開拓しており、その上でバスク語で同名のゲタリアがあることになる。海岸を見下ろすセマフォールの監視所ゲタリーでの人の定住は非常に古い。1984年に駅近くで工事中。 ガルムや塩漬け魚用の蔵の遺構が発見された。すでに紀元前から海洋資源を重要にして人が暮らしていたことが証明された。1988年にはラテン語の碑文が見つかっている。ゲタリーはラブール地方の一部である。この小さな漁村をもとにラブール主尺は1193年に農民を新たに移住させた。ゲタリーは キリスト教の教区になったと見られるが、その後、ビダールに併合されたため休息に教区の地位を失った。ゲタリーは1633年に再び教区となった。当時のゲタリーは、主として捕鯨からの漁業収入で成り立っていた。現在のセマフォールという場所は、湾に面した監視所で、沖を泳ぐクジラや海賊を監視していた。 ゲタリーの漁師はクジラを見つけると、港の小さなボートに乗って森で漁をした。盗賊や海賊に襲われた時は彼らはオストラピアという古い農場へ避難した。近接するコミューンと同様にゲタリーも戦争と薬病に苦しめられた。1419年と1438年にカスティーリャが侵攻、1515 15年にはペストが流行した。 1523年にはスペインが侵攻した。1635年に30年戦争が終結すると、1636年にスペインがこの地域に侵攻した。ゲタリーの住民は、周辺の村と同じように、住宅や作物を残したまま逃げた。スペインの占領は1年しか続かなかったが、家畜や農作物に被害を与えた。町は荒廃と、 農業と漁業に特化される資源の減少で状態が悪化した。1659年、ルイ14世の宮廷と軍が境界を通過した。王とスペイン王女、マリア・テレサとの結婚を祝うため、後に通りはエコール通りとされた。フランス革命は1790年にコミューンとなった教区の暮らしを乱したりはしなかった。聖職者ラフィットが主張となった。 町は1793年に革命歴を採用している。1793年にはスペインとの再度の戦争のため、かつてより多くの制限が加えられた。1813年には初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー将軍の軍が占領している。ゲタリーは非常に貧しいまま壊滅的な負債を抱えた。財務の改善は、 1840年に始まる、観光業と海水浴の流行まで待たねばならなかった。リゾート地としての正しい外観と施設を維持するため、支出が避けられなかったからである。ボルドーからイルーンへ向かう、鉄道路線が1861年に開業した。鉄道交通は、急速に発展した。自治体での生活は貧困のため荒れていた。 多く立ち上げられた事業に資金と税金が注ぎ込まれたからである。ドイツ軍、そしてスペイン軍の占領の当事者たちは、ダイへ似て行われるアドルフ・ヒトラーと、フランシスコ・フランコの協定締結に向かうため、ゲタリーを通過している。参照元から1962年まで住民数、ベースカジニー・デール・イヘス1968年より、町の経済の活発さは、 コートバスクに面しているため観光が盛んである、おかげである。ゲタリーの海岸にはサーフィンに適した場所が多い。ゲタリーには小学校が1校ある。最も近い公立病院はサンジャンドリューズにある。その他診療所もサンジャンにある。救急病院はバイオンヌにある。ありがとうございます。